ネットの王子様、かっこわら。まゆちゃんに、二日目、帰ってきてませんあの、ようこちゃんのとこに行ってくると言った以来で、帰ってきてないですうん。ツイキャスもやってないし、生放送もやってない模様らしいです。 王子いや洋子ちゃんのとこ行ったんじゃないのラムメナちゃんのとこにいるよラムメナちゃんの家にいたいなく、いなくない見かけてないでしょそれ。洋子ちゃんっていうのは、養分伊藤さんの元カノだね。その人とコラボしに行くって言って、以来、ね、帰ってきてないらしいです。まゆ、まゆちゃんのとこに。 熊のとこもワンチャンあるし、ラムメロちゃんのとこもワンチャンある。確かに。そんな展開作るかね意外にこの人自信があるからな。うん。なんかでもね、ちょっと言ってたもんね、放送で。疲れたから、一週間ぐらい、音信不通になって休みたいって。で、ようこちゃんのとこ行って、あまりにもようこちゃんが可愛いすぎて、ようこちゃんが、ね、優しくてようこちゃんを支えてくれるから、 居心地が良くなって配信やめちゃった可能性もあるよ。うん、だから本当に王子と陽子ちゃんが付き合うっていう展開あるよ、これ。ラムメロちゃんなのかなラムメロちゃんなんか歌歌ってなかったカラオケで。それはないちょっちね。ありやすいっこどんちき。配信者キラーなの 配信者キラーかどうかはね。まあでも、どうなんだろうね。ヨコちゃんってヨウブ以外に誰かと付き合ってたっけみぎちと DM のやりとりは知ってるけど。他いたっけ付き合ってた人。あ、やっちょくんか。そっか、思い出したわ。付き合ってないけど、体の関係はあったんだよね。やっちょくんとヨウブは兄弟なんだよ。うん。 まあ、とりあえず、ネットの王子、二日間ね、音信普通。まゆちゃん家に帰ってきてない。で、配信もやってない。えー、殺されたか、監禁されてるか、休んでるか、えー、ど、どれかです。ちょっと心配ですね。じゃあ次行きます。 兄弟多いよ本当に俺、火薬さんと絡んでない時期があってね、一回もね、あの気づいたら兄弟になってたもんあの。妻にゃんと付き合ってた時あったじゃん。妻にゃんがすごい兄弟作るからさ、俺もなんかもう、ビッグダディなんで、実は。どうしよう、兄弟多いすぎて。俺、優乃君とも兄弟だし、 金杯さんのも兄弟。ね多すぎるよ、これ。火薬さんも兄弟だし。どんだけ兄弟いるんだよ。どれさんも兄弟だよ。全員つくんとも兄弟。ええー、聖母マリアです。っていうことで、まゆちゃんのところ、二日間、王子が帰ってきていない模様らしいです。はい。じゃあ、次いきます。<coughs> うん 次がねあ、とある女性の配信者が身の危険を感じている模様。ええー、心配です。ツイッターにてこんな報告なされました。なぎさちゃん、もし私の身に何かあったら犯人は奴だと。 何かがお、お起こるらしいです。なぎさちゃん。はい。パンコではないんですよね、これ。なんか、お兄ちゃんって言われる存在の人なんかな。予想では。パンコさんなの、これ。も,もし私の見に何かあったら犯人をやってたって。なぎさちゃんがなんかしそうだけどね、イメージ的に。うん。 まあそんな感じです。予言知らんけど。はい。兄貴の友達、それだ兄貴の友達がなんかね、泣きさちゃんに対して、なんか、すごく怖いことしてるらしいんだって。うん、だから泣きさちゃんはそれを震えながら、なんか昨日喋ってたね、内容。知らんけど。ええ。パンコさん守ってあげなよ ただパンコさんヒョロヒョロしてるからね、本当になんか頼りが、頼りがいがないな、これ。はい、じゃあ次いきます。次が、えー。